足をよいしょと立てましょう。で、手で持ってきていいです。手と手の間に右足が来るようによいしょとこうしていこうか。はい。今日はそのまま膝90度の状態です。少しねじりたいと思いますので、右手は腰。で、左手膝。息を吸ってまずは背骨を伸ばします。吐きながらゆっくりとツイスト、右の胸が皆様後ろの窓の方にじわじわじわっとそう向いていく。そうで、これ前の足とあとは後ろの足の甲をしっかりとマットをして、で吸う息で背骨が伸びて、吐く息で右の胸がまたちょっとだけ窓の方を向いて、そういける方は肩越しの目線を後ろ、息止めないよ。OK、そのツイストを崩さないまま左の肘を曲げて、そう左の肘と膝を合わせていきます。体上半身が少し下がりますね。そのまま右の胸引き上げられる方は天井の方へ。3、4、5、OK です。ツイスト解放です。手をマットに置きましょう。一旦伸ばそうかな。左の足、膝の位置を一個後ろにずらして、スタンスを遠くしたら、広くしたら、お尻を後ろによいしょと引きます。で、かかと、右足のかかと蹴って、そう今日さっき仰向けでね、寝転がってる間にいっぱいやりました。この背面を伸ばすポーズ、お尻後ろにプリッと突き出して、胸はなるべく前ね。手を前に歩かせて、足裏マット、後ろの足は引き続き足の甲をしっかりマットを押しています。今度は上半身を上げていきましょう。全身合わせな、両手上にぎゅーっと引き上げて、肩も上げちゃって、全部上げちゃって、指先まで伸びて、はい、吐く息で肩脱力。そう、そのまま息を吸って、息でこっち左足の付け根が伸びているのを感じていきます。3、4、息止めないで、5、はい、息吐き終わった方はゆっくりと両手マット、後ろの足、今度はつま先立ちにして膝を浮かせましょう。よいしょ。で、揺れます。まずは前と後ろに揺れてみて、前、後ろ、前、後ろ。そう。で、後ろに体重がいったときに止まります。ストップ。はい、そうすると多分、ちょっとふくらはぎの伸びも感じながら、かかとがすごいマットに近づいてると思うね。で、このぐらいかかとしっかりプッシュした状態のまんま、足の甲を前。そうすると、かかとは後ろのまんま、足の甲を前。すごく指と指の付け根がマットをしてますね。そう、この状態を作りましょう。OK。では、ここからお尻をなるべく上げないで、右足後ろに引いていこう。プランク。かかと蹴る、足の甲は前へ、つむじは前。OK。お膝をついて、足の甲をつきます。お尻を後ろに引いて、チャイルドポーズ。おでこをマット。肩も腕も一回力を抜いて、脱。次の吸う息でもう一度四つん這いになったら、今度は左足をよいしょと、手使ってもらっていいので、手と手の間にその左足を持ってきましょう。かかとと膝一緒ぐらいの場所ね。はい、体を持ち上げたら左手腰、右手でお膝外側よいしょ持ちます。息を吸って吐く息で今度は左の胸が後ろ、窓の方へ向くように、体を左側に少しずつひねっていきます。吸う息で伸びる。吐く息でお腹の下の方からじわじわじわーっとねじれて、左の胸が窓の方へ。いける方は目線を後ろへ。今ひねっているツイストをキープしながら、左足を持っている右手少し下へずらしていきます。そのまま肘を曲げて、左の胸は天井の方に引き上げたまま、もう少し呼吸続けましょう。吸って吐いて1、吸って吐いて2、ついて、はい、この幅ね、お膝と足の幅が少し狭く感じる方は後ろの足をお膝少しずらしてください。そのままお尻を後ろにプリッと通して引きながら、でも大体肩の下にあるといいかな。胸を前に、左足のかかとを蹴っています。そう、これね、下向きがちだからマットの前の方を見てみて、そうすると胸もこう丸まりにくくなる。そう、3、4、5、はい、では手を前に歩かせて、左足の裏をマット、後ろの足の甲をマットをしっかり押しながら、はい、もう一度上半身を持ち上げます。今度は手もつけていきます。一旦全部上伸びて伸びて、そう、しっかりここまで伸びてるのに、結構手首とか指先はね、そうふにゃんってなっちゃうのもったいないから。で、手のひら同士は向かい合わせ。そう。で、肩曲げる。はい。吐く息で肩だけ。はあ、そうです。そうです。素晴らしい。今いい感じ。そのまま、そのまま呼吸していこう。で、右足の付け根が伸びるのを感じていきます。余裕があれば少し前の足踏み込んでいって。3、4、5、OK、 両手をゆっくりマット、そしたらば、はい、少し大変な時間ですが、後ろなしつま先立ちでお膝を浮かせましょう。まずは揺れて、そう、まずは後ろと前に体重がこう移動しているのを感じてみます。はい、後ろで止まりましょう。しっかりかかと蹴ってみようか。はい、でそのかかと蹴ってるエネルギーは切れないまま足の甲を前に押し出してみる。そうすると膝って曲がらないと思うの、多分しっかりとこれ伸ばした状態だと。そう、後ろの足の膝伸びて、強い今後ろ足ね、右足が作られています。はい、そのままお尻の位置なるべく変えないで、前の足を右足に、そうです、揃えていきましょう。プランク、そう、かかとからつむじが一直線。はい、膝をつく、足の甲をつく、お尻を後ろに引いて、チャイルドポーズ、おでこはマットです。はあ、チャイルドポーズはお休みポーズなので、一気に脱力ね、いらない力みを全部取っちゃいます。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録、ぜひよろしくお願いします。